こんにちは、ガタガタ5号のガッチャンです。まっちゃんです。今回は自己紹介動画になります。はい。旦那のガッチャンは28歳。嘘でしょ。はい、44歳です。はい。嫁のむっちゃんは33歳です。はい。日本一周始めたのは2018年11月16日から開始しました。なぜ日本一周を始めようと思ったかというと、もともと定年退職してからゆっくりと日本一周しようと思ってたんだけどね。そうなの。うん。それまでは一般的なサラリーマンをやってました。私も同じくサラリーマンをしていました。はい。今は仕事をしておらず、脱サラをして日本一周をしています。なぜ脱サラをしたかというと、まあね、働き盛りの今、脱サラをして日本一周をしようかと思ったかというと、私に病気が見つかったからです。まあ、どんな病気かというと、腎臓と肝臓に多発性の嚢胞ができてしまっているからです。で、こちら人工透析がいずれ必要になると言われているんですけれども、まあ、発症するには10年早い病気と言われてしまっています。で、現在は病院に通いながらの日本一周なので、まあ、一筆書きの日本一周ではなく、あっちに行ったら病院に戻り、こっちに行ったら病院に戻りっていう日本一周をしています。はい、そうなんです。で、そんな中一番辛いのは、腎臓の働きが低下してしまっているので、体内に巡ってはいけない栄養分が回ることで心臓に負担がかかり、まあ、気外収縮、動悸の症状が出てしまうと、ちょっときつくて休みながら旅をしている状態です。ちょっと休みながらね、ちょこちょこと進んでいる感じです。はい。で、今回ね、この病気の話を初めて何でしょうかと思ったかというと、まあ、旅を始めてからたくさんの人と知り合って出会っていく中で、やっぱりちょっと体調的に突然穴を開けてしまったり、もしかしたら約束を破ってしまう日が出てくるかもしれないし、同じ席に座っていられないっていうことが今後出てくる可能性があるので、今回動画でお話ししています。うん。むっちゃんから会社を辞める話を聞いて思ったことは、正直驚きではあったんですけど、でももともと定年退職してから旅行に一緒に行こうとは思っていたので、だけど正直言われた時は驚きでした。うん。旅のコンセプトは、私がこんな体なので同じように病気で旅に行かれない人とか、体が不自由で旅に行かれない人、いろんな理由でちょっと自分では旅をしづらいなって、まあ、実際働いていて社会人やっていて自分たちも旅はしづらいなと思っていたので、私たちの動画を見ていただいて一緒に旅をしている気分になっていただけたらなと思いながら動画を作っています。どんな車で日本一周しているかというと、はい、こちら私、むっちゃんが一目惚れで購入したオルビスユーロのゆうちゃんと共に旅をしています。そうなんです。まあ、よく言われる、キャブコンと言われるタイプのトラックの形で、後ろが、部屋になっているような四角い形のタイプですね。うんうん。はい。で、こちらこだわりがありまして、どうしても譲れなかったのがマラッチルームのトイレ。やっぱり体の都合でトイレに頻繁に行くので、絶対にトイレがあるキャンピングカーが良かったの。そうなんだよね。うん。で、ちなみにトイレになかなか行けないであろう旅をしている最中、散策している最中は、私はおむつを愛用しています。うんうん。ちなみにマルチルームにはシャワーもついてるんだよね。はい。それまでは N ボックスに乗っていたんだけれども、やっぱ N ボックスにトイレに乗せるのはちょっと現実的に厳しかったっていうのは。でも N ボックスがすごいいい車だったから、トイレさえどうにかなってくれれば、うちは N ボックスで日本一緒に出るつもりだったよ。うん。うん。いろいろして試行錯誤したんだけどね。した。やっぱ無理だったね。うん、やっぱほら、365日24時間っていうと、まあ、引きこもりっぽくなっちゃうけど、まあ、この車内で、室内で、
ある程度ストレスなくて生活できなきゃいけないなと思ったから、で、175センチのこのガッちゃんがこの部屋の中でストレスなく立てるじゃん、まっすぐに。で、私がすぐにトイレに行けて、すぐ横になれて、で、もう一個こだわっていたのはガス。プロパンガスのモデルだともっと安いキャンピングカーが正直あった。ちょこちょこね、あった。こう、おすすめしていただいたんだけどね。でも現在はもうプロパンガスって購入がなかなか厳しくなってるっていうことだったんだよね。何年か前のさ、夏祭りでさ、屋台プロパンガスの大事故あったじゃん。あったね。でさ、そんなことさ、この室内でさ、車内で起こしちゃったらさ、もうほんと周りの車も建物も全部被害、それが怖くて絶対にもうここは値段を上げてもプロパンは積んじゃいかんと思ったんだよ、うち。だまあ贅沢って言われかねないけども、安全を守るためには必要だと思った。大切なことだね。キャンピングカーの購入価格なんですけど、トイレ、シャワーがついている車体になると、高くなってしまって、なかなか新車では買えなず、中古で500万で購入しました。家は今どうしているのかというと、ここが家です。そうです。ここが家なんですよね。今このキャンピングカーが家で、もう動かない家は手放しました。いわゆる断捨離ですね。家を断捨離しちゃいました。あと、住民票。よく質問いただくんですけど、そうだね。住民票は、実家でございます。手紙も実家に届くようになっております。両親が健在なので、ありがたい限りでございます。あと、お金持ちって、キャンピングカー乗ってるでしょって言われて、僕たちもお金持ちみたいな感じで見られることが多くあるんだけども、実は全然違うんですよね。本当いい年してガッチャの方が全然お金がなくて、すいません。私の貯金しかない中、さらに私は奨学金を借りていたので、もう奨学金は返し終わってるんですけすどもごいね、よね。頑張った。なので奨学金返してのちょっと貯金があって、このゆうちゃんを購入しての、あとちょっと残りが。でもやっぱり社会人やってた頃はいろいろ我慢してて、ネイルやりたかったけど我慢したし、髪染めたかったけど我慢したし、パーマはちょっと贅沢して2回かけたけど、やっぱそういうもの、おしゃれなものは我慢して、ひたすら貯金貯金貯金っていう感じだったな結構ストイックだったね。って言われる。あと、限会られ社をる。辞めた時の退職金、お互いの。で、今、旅の資金というところで、なんとか、繋いでいる感じですね。日常の変化なんですけど、これやっぱり旅行をしている、それがまた365日ずっと一緒っていうのがありますよね。なんせ、仕事が忙しかった時は、ほとんど旅行という旅行には行けておりませんので、四季を感じることができなかった。ね、あったよね。桜も見るのもなんか、夜桜だけとかね。もみじを見ることもなく。なくね、一瞬で終わっちゃったりとかいうのもあったし。っていうのがありました。あとは、うちが嬉しいのは、3食一緒にご飯を食べられるのが当たり前なこの毎日がすごい嬉しい。で、ちゃんと「おはよう」って言うと「おやすみ」って言って一緒に布団に入れるのが嬉しい。きっと当たり前のことなんだろうけど、やっぱり仕事で追われてしまって、当たり前ができていなかったよね。そうだね、忙しい時期なんかも全然家でね、顔合わせるのが何十分って感じだったもんね。1時間もなかったもんね。だね。で、これはいい方なんですけど、まあ悪い方って言ったらあれですけど、大変になったのが、今まで電気、水道、まあうちにはガスっていうのがないんですけど、電気水道系がどうしても限られている資源になるので、それをどういうふうに、お水も含めていただいたりとか、ガソリンをどうしたら方ができるだけ安くするとかいうところを、本当にこう、資源大切なんだなってすごい感じつくづる。く感じる。ジャグジーまでずっと開けてたりとかしてたけども、歯磨いてる最中とか。そうなの？なんだけど、もう本当にもう閉めて、もう小刻みに閉めて、
っていうのを本当に心がけているという人間に変わりました。偉いぞ、はい、偉いぞやっちゃん。自分で言うな。そうか。ということで、今回ちょっと若干重たいところもありましたけども、自己紹介をさせていただきましたね。はい。ま、今後いろいろ新しくお会いできる人、今までお会いしていた人、いろんな方々応援をいただければと思っておりますし、いろんなところを行きまして、いろんなところを紹介していきたいと思っておりますので、温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。